人が集まるなんてオイラ聞いてねえぜ。まったくだ、ファスティバのやつ気楽に参加してねなんて言いやがって。あら、いいじゃない、見られれば見られるほど高ぶることってあるでしょ。その通りだ。そして聖夜のスペシャルな衣装の俺を人々はこう呼ぶだろう。そう、ギリーレンジャー。うえ、あ、始まるみたいですよ。はいはいはい、みなさんどうぞどうぞご静粛に。まずはお集まりの皆さんにジュエルリゾート支配人クリスティーナに代わりまして、聖夜の特別デュエル司会を務めます、このシェロちゃんと、私愛の伝道者ファスティバがお礼申し上げるわ。みんなありがとね。スティバさん、すごい人気ですね。おう、休業中でこれだからな。前はどんだけ人気があったんだか。それでは早速、ジュエルリゾートが主催する今回の特別デュエルについて、私たちが熱く愛を込めて説明しちゃうわ。今回の特別デュエルは飛空弾対抗で特定のターゲットを倒し、そのポイントを競ってもらいますよ。もちろん勝利した飛空弾の皆さんには豪華賞品をプレゼントです。デュエリスト同士の熱いぶつかり合いが見たい子はジュエルリゾートへ来てちょうだいね。私のデュエル見に来てくれたらたっぷりサービスしてあげちゃうわ。ではでは皆さん、会場を向かって右をご覧ください。こちらがですね、今回飛空士の皆さんが狙うターゲットのドッカーン。これは突如コッパみじんに爆発してしまいました。頼もう。ふ、何やら楽しそうなことをしているな、キクーシ諸君よ。誰なの、この愛の伝道者ファスティバが。デュエルの邪魔は許さないわ。クックック、よくぞ言ったな愛の伝道者。しかし貴様の愛も我が錬金術でまるっとまとめてドカーンだ。この特別デュエルの賞品はすべて美少女錬金術師のクラリスちゃんがいただきだ。どういうことでしょう、まさかの乱入者の登場、そして先生の特別デュエルは一体どうなってしまうのか。イエーイ。ねえねえねえ、どうだった団長、うちの悪役っぷり。とっても可愛かったと思うわね。ありがとねクラリスちゃん、急な依頼だったのに引き受けてくれて。緊張したでしょう。全然、こんな衣装まで着せてもらっちゃってさ、むしろお礼が言いたいくらいだよ。優しいのね。でもこれでデュエルが盛り上がること間違いなしだわ。お客さんの反応も上々でしたね。これはシェロちゃんも楽しみになってきましたよ。よし、しっかり盛り上げてもらったことだし、
こっからは俺たちが気合い入れねえとな。任せておけ。このギリーレンジャーが戦場を華々しく飾ってやろう。さあ、いよいよこっからだぜ。はい、一緒に聖夜を盛り上げましょうね。